時間です、はい、最低1時間最低ビバビバやりたこんばんは、こんばんは、いつもビバビバ那須塩原をやってる時間なんですけども、今日は、那須塩原市を取り出しまして隣の矢板市に来てます、はい、隣つながってはいるんでしたっけ。つながってはいるんですね。塩原と矢板つながってますからね。そうそう、間に大田原が入ってるなっていう印象はあったんですけど、お隣矢板市からやっております、はい。先週でねビバビバ那須塩原充電期間に入っておりますんで、と言いつつこんなところに来てやってます。こんなところって言っちゃ失礼ですけどね、私、ビバビバ那須塩原でパーソナリティをやっておりましたガリレオ鈴木です。あ、そうだ、持ってきたんです、ガリレオ鈴木です。自己紹介ちょっとしてもらいましょうかね。普段は木八担当になってます。で急遽ビバビバや板に参加することになりました矢島です。あ、言っちゃった、コウさんです、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日は何ですか、ゲストですか。はい、ゲストです。ゲストで、ですね、ゲストで、参加させていただきます、まあ、長屋です。普段は、仕事は知的障害自社の施設で勤めておりまして、あとは趣味で剣道やってるんですが、その、御用館という道場の館長として、今活動しております。はい、やってます。みんな見てる館長さんなんですね。はい、そうなんです。素晴らしいですね。いえいえ、もう名前ばっかりです。大会とかもあるんでしょ。はい、結構ありまして、3月全国大会では館長賞を、子供たちがもらってきました。そうですね、はい、やってるのは子供たち。あ、自分もやってます。大人の人も。大人も、はい、やってます。はい、素晴らしいですね。武道ですか。武道です。僕も子供の頃ちょこっとやったのはやってたんですけどね。まず今日矢板からってことでね、お二人は矢板在住なんですよね。矢板市在住。在住です、はい、そうですよね、はい、こちらですよね。矢板ってどんな感じなんですか。どのいいところなんですかね。いいところとか悪いところもあるでしょうけど。いいところ、うん、ここがいいですよね、うん、ここはね。そうですね、この落ち着きますね。ここは匂いが、いやいや、もう最高ですね。そう、入った時ね、あ、やっぱ匂いしますよね。いいな、落ち着くなって、なんかね、懐かしいところに来たよ。初めて来たんですけどね。なんかやっぱ一緒なんですか、匂いとこでもね。そうですね。なんとなくやっぱ、ただね、床屋さんってこう違うところに行くのってなかなか度胸がいくっていうかね。今まで通りのカットしてもらわないとなんか自分に違和感がある。なかなかね、変えられないっていう、ね、変えられないんですよね、はい、いいような悪いようなんですが。こちらはお一人でやってるんですか。一応父と母と妻と4人です。あ、すごいですね、はい、そうですよね、はい、一応席が4つありますもんね、はい、1人でやってたら大変ですよね、はいはい、素晴らしいですね。朝何時頃からやってるんですか。営業はですね、8時から6時半です。6時半、はい、まあ、7時半頃には来て、まあ、準備があるんで掃除したり。あ、そうかそうかそうか、してるんですけど、はい、なかなか大変ですよね、商売って。でお客さんが来ないと始まらないですね、まあ、ですよね、うんうん、さっき入っていきなりもう漫画とかこうめくり上げちゃったんですけど、なんか漫画を見ながら楽しみの一つですからね。会いたいお次とか呼ばれると、はい、今いいところなんだよとかっていう、さっきも話しましたけど、なんかそんなのを思い出しますね、床屋さん。あ、ところで、床屋さんってね、丁寧に「お」つけちゃいけないんですよね。頭に「お」つけて丁寧な言葉にするじゃないですか、はい、床屋さんと八百屋さんはつけちゃいけないんです。男屋さん、男屋さん、親親さん、親親さん。ああ、なるほど。一瞬わかんない。考えましたね。考えちゃったですよ。男売ってるわけじゃないですか、ね、そうですね、そうですね、そうですね。まあそんな話をしていますけど、何ですかね、長屋さん。はい。仕事の話とかあんまりしない方がいいですかね。いや、まあ大丈夫だと思いますけど。仕事はしないなんですか。はい、あ、しないです。はい。やりたの片岡なんです。片岡の方なんですか。はい、
そちらの仕事は朝早かったり。いや、基本的には事務仕事が多いので。事務の仕事、はい、8時半から5時半ぐらい。8時半から5時、5時半ぐらい、はいですね。じゃあ普通の勤めと同じような感じなんですかね。そうですね。でも月に1回、今日もなんですけど、はい、夜勤というか宿直があって、今日は明けて、はい、なるほど、はい、ね、ハードなちょっとね、今日ちょっとハードめです。今日ハードですね。ハードですけど、まあ、明日また行くんだもんね。明日も行きます。ああ、明日剣道ですけどね。明日剣道早いって言ってましたね。そうですね、5時に出ます、こっち。千葉県まで行くんで。はい、5時に出て、千葉、大変ですね。そうですね、もう慣れました、もう土日は。まあ、それがまた楽しいかもしれないですけどね。そうですね、はい。土日はほとんどもう、剣道で出てるって感じ。ほとんど出てます、うん、はい、うん。道場は、道場は土曜日曜じゃなくて平日もやってるんですか。平日、はい、月火水木土の5回、はい、稽古してます。子供たちが大人、休みなしみたいですね。休みはまあ金曜日と土曜日日曜日ですけど、うん、土日は連戦行きますから、ね、行きますから金曜日ぐらいですか、ね、今日、うん、今日ちょっと良かったです。そうですね、本当に急だったんです。急だったんです、ね、急だったんです。夜中電話あったんです。大変ですね、明日朝早いといって。無理言っちゃった。ああ剣道ですか、うん、剣道っていうとなんかやっぱりね、あの道着着て竹刀持ってこう走る、うん、走る、ありますね、あれはあります、ある、あれはやったことないじゃん。そうイメージが、そういうイメージがある。森田健作はね、なるほど、なるほど、なるほど、なんかすごくそういうイメージがある。あときついイメージがやっぱ、うん、その練習きついですね、うん、そのイメージが、うん、でもね、匂いはよく言われるんですけど、匂い臭いって汗で、汗で。でも最近は洗える防具が出て、あ、そっか、防具が、そうなんですよ。はあ、はあ、はい、コテなんかも洗濯機で今洗える。え、洗えるんですか。洗えるの。この間テレビでやってました。あ、そう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 。あの女子高生がその匂いが臭くて集まらないから、その匂いが出ない防具を作ってくれて、はいはい、テレビでやって、はい。あ、女の子なんかそうだよね。それが原因でなんか廃部になっちゃうかもしれない。やってました。ね。かっこいいけどね。うん。そう、実際ね、見ると結構いいんじゃないかなと思うんですけどね。うん、そこの行くまでなんですよね、きっとね。入り込むまで、入り込むきっとね、やってしまうと結構ハマっちゃうのなんでしょうね、きっとね。あ、剣道いいですね。なかなか、はい、もう復活しますか。復活しますかね。防具が待ってます。こんなに来てください。子供の時の防具とかあるかもしれないです。子供の防具は切らないですよ。切らないでしょ。でも結構あれも大変なんですよね、重いし。そうですね、そうですね、確かに汗の匂いがついちゃいますね。あと寒いともうね、足なんか裸足ですから、あ、はいはい、やっぱあれはきついですね、冬は。うん、特に私あの岐阜なんですけど出身が、はい、やっぱこっちの方が寒いですよね、はい、そうするともう、ね、最初は慣れなくて、ね、かなりしんどかったですけど。はい、そうですね、裸足ですよね、うん、結構きついですね。子供の頃もね、初中稽古とか、あの寒稽古とかあって、あ、寒い方は結構きつかったですね、確かにね、やっぱりね、寒い方が、うん、そういう寒い時期のその練習ってやっぱ残ってます、記憶に。記憶に残ってますね、やっぱりきつかったんですよね。きつかったのと、あの最後終わった日にね、朝やってたんかな、最後日曜日だったんですけど、おしるこが出るまで、ね、嬉しかった。達成感もありますよね、達成感ありますね、ね、うん、寒いとまた痛いんですよね、叩かれるのは。そう、痛いですね。面もそうです。手とか痛いですね。ジーンときます、うん、本当にあれは。あ、でも大会とかあって、はい、先ほど聞いたら全国大会で、そうですね、関東省、関東省、はい、いただいたんですけど、賞取るってすごいですね。そうですね、いや相当強い、ね、まあ強いんですかね、一生懸命稽古をやってますけど、ただ今あの5年生の子がほとんどあの選手なんですね、はい、全員が5年生なので、まあ、今年に入って、まあ、6年生になったんで、これからが一番楽しみかなと。主力が6年生になって、そうですね、あと中学生もこの間小学生と一緒に試合に出たんですけど、はい、関東大会みたいな、まあ、大きな大会で3位になったんですね。あ、すごいですね。それでまあ自信を、関東大会3位、ね、ここに来てるお客さんもいると思うんですけどね、すごく自信をつけてきて、ますます盛り上がって。結構盛んなんですね、じゃあね。そうですね、
すごいんですよ。すごいですね。だけどエアロビもやってるんですよ。エアロビもやってる。エアロビもやってる。そうです。誘われてるんですけど、なかなか行けないっていう。ビジネスインストラクターがいました。あ、そっちの方がいいかもしれない。みんな道着を着てエアロビをやってるっていう。そうです。あ、剣道につながるステップを。でも剣道もね、女の人のあの道着姿とかかっこいいですよね。でさっきもちょっと言おうと思ったんですけど、あの柔道とかってあの、はい、あんまり声とか出さないですかね。はい、あの剣道って声がすごくガーッと出すのがかっこいいなと思うんです。でその声がこれです。枯れちゃってそれでなっちゃう。あ、やっぱり枯れるほど出すんです ね、はい、あれは威嚇をするの。威嚇ではないと思うんですけど、威嚇を当てるっていうか気当たりっていうか、まあ、気持ちをぶつける。あ、まあ、威嚇ですかだよね。ああ、そうしました。相手もそれでひるんだりしますよね。やっぱりそうですね。気持ちだよね。気持ちだよね。そうですね。張りのある声でダーってくる。うわー、作れてやると。この間もう横浜に私行ってきたんですけど、そこであの先生方と仲のいい先生方とやって、今も見てますけど今北田先生北田先生そう千葉の、北田先生という人と、うん、神奈川の土屋先生という人と、まあ、稽古もそうなんですけど、その後がやっぱ楽しいですよね、はい、飲み会。あ、はい、あこれこれみんなじゃあ結構行くんですね。もう行きますね。僕は行っちゃいましたけどすいませんでした。でもいいですね、そういうあの、はい、あのなんですか、持てる力を振り絞ってこう戦って、あと一緒に。そうですね、でいいですね、分かち合えるね。打ち解けて飲めるっていうのはいいですね。最高ですね。それが楽しみですね今は。女性も入ってるんですか。あ、カラオケですね。カラオケでこの声です。剣道じゃないんですよ。違うんじゃなかったですね。カラオケでしたね。はい、いやでも満喫してますね。満喫ですね、もう剣道は。はい、もう、素晴らしい。小学生は小学生の大会、はい、中学生は中学生、中学生の大会。それはもう道場なんですね。学校何単位でやってたりっていうのも。あ、学校は中学校ありますね。部活動中体連がありますから、はいはいはい、それとはまた別で大会があるって考えていいんですか。はい、道場の、はい、そうすると道場で頑張ってる子は学校でも頑張ってたりと、はい。あ、中学校で、はい、頑張ってますね。はい、いいですね。なんか久しぶりにあの試合してるのを見てみたくなる感じしますね。自分じゃやる気はなかなか起きないですけど、体がまずそうです、ね、ついてこないと思うんで。結構でもいるんですよ、うちの道場で。あの小学校の時やってた人がやってるとか、まあ、やり始めたとか、そういう人もいますし、大人からやり始めた方も多いですから。僕が習ってたところも子供が入ってきた時にお父さんも一緒に習い始めたなんていう人もいてね、はい、あ、すごい今思うとそのお父さんすげえな、立派だなと思うんだけど、うちの親父はやってくれたらもう僕ももうちょっと真面目にやったかなって気がするんだけどそういうお父さんいいですよ ね、 そうですね、子供がやるのに一緒になってやるっていうのは親子で、ね、できるっていうのはいいですよね。そうそうそう、やっぱり ね、 いいね、一緒にね、うん、結構段も取ってくれて、あ、うん、まあ、2段まで試験があるんですよね。ありますあります、はい、実技と筆記もありますし。あ、筆記もあるんですか、はい、へ、結構筆記はどういうのなんか危険体の位置について述べようとか。はい、分からない、あの分かりやすい、まあ、まあそうですね、あの反則を、あ、こういうことはしちゃいけないとか、そういう、そういう反則を何個か言いなさいとか、剣道修練の心構えについて述べなさいとか、はい、結構そういう問題が多くて、やってない人は分かんないかもしれないですけど、そういうのって、はい、道場ではそういう話をしたりするんですか。そうですね、そういう近い話はしますけどね。そうするとちゃんとやってれば、そうですね、合格できる、身についていくと思うんですね、うん、はい、そう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 、あの強くなるだけじゃなくて精神の修養ってところもありますよ ね、 すね、武道はね、そういうのありますよ ね、 すね、人間形成の道なので、やはり剣道を通して、ね、立派な人間になっていくっていうのが大切かなと、はい、言われてます。ちゃんとやってればもうちょっと僕も立派な人間になりたかったと思うんですけど十分ですね真面目にやってなかったいやいいですね、剣道の話ね、はい、そろそろここで一曲音楽を挟みましょうかね、だいぶ時間も進んできておりますんで、一曲目何でしたっけ。焼いただということで、焼いた節子さんの歌でしたよね、確かね恋って不思議ねという歌を聴いてもらいましょう。どうぞどうぞ。
ょう。ただそばにいるだけで私は生きていけるのだから、恋って不思議なもので、時間も距離も飛び越えてあなたに届け、この想い。ビバ、ビバ、ビバ、はい、送りだ。いいですね。ヤイタの話続けていきましょうかね。剣道の話良かったですね。ありがとうございました。はい、気持ちよかったです。試合見てみたいな。特に女性の試合が見たい。女性の試合。キャーとかっていうのがね。かっこいいと思いますよ、あの白い道具とか ね、 そうですね、はい。せっかくなんで矢板の話をもっともっとしていきたいなと思うんですけど、矢板、なんかいい話ないですか。いい話、矢板といえば美味しいものとか。美味しいもの、リンゴ、うん、リンゴ、ああ、リンゴありますね。市役所の前のお蕎麦屋さんですね。お蕎麦屋さん、お蕎麦屋さん行きました。
行きました。藤屋。この間行ってきました。よく行きます？この間行ってちょっとびっくりしました。びっくりした。ちょっとびっくりしました。あれ美味しいですね。お蕎麦。お蕎麦。うん、いいですね、そば。僕も大好きなんですけど、はい、まだ行ったことないですね、そのそば屋さん。知らなかったですね。ちょっとね、田舎そばっぽいんですね。そうですね、うん、じゃあ結構濃い黒めの麺ですかね。味が濃い。味そうですね、ちょっと太い平べったくて太くて、ね、平べったくて太い、はい、しっかりしたおそばですね。かき揚げが乗ってるんですけど、それが美味しい。それあれですか、ざるそばとかですか、かけそば。いや、なんていうんでしょう、皿にね、丼みたいのにお蕎麦が乗っかって、それも結構こう、つけ麺ですよね。そうそうそう、つけそばみたいな感じ。つけそばなんですね。で、こう山盛りになってるお蕎麦の上にかき揚げがドーンと。そうなんですか。で、それをお蕎麦を入れながら、つからもかき揚げを食べてもよし、タレにつけて、崩して食べてもよし。大きいんですか、かき揚げ。結構大きいです ね。じゃあ崩しながらこう、そうですね、そうですね、食べるなりつけて食べるなり、はい、あ、それは今度行って食べてみなくて。それはね、ちょっと結構ね、そうですね、おいしいっていう、なんかこう懐かしいような感じもするし、うん、いいですね。なんていうお蕎麦屋さん。藤屋さん。藤屋さん、はい、市役所の前。市役所の前、はい、市役所って、あの前の通りの反対側になる、はい、そうです。家具屋さんの並びみたいな。家具屋さんの並び、はい、あ、駐車場あるんですね。駐車場ありますね。なかったら市役所の市役所の駐車場。そんなこと言うと市役所の人に文句言われたくないです。近くに大丈夫そうなところがたくさんある。そこを利用してもらって、ね、ぜひ食べなくちゃ、ね、はい、あとなんだっけな、木曜日ってあのゲストです。昨日も八戸の方でしたよね、うん、はい、そうです。あの大久保さんですね。はい、すごい人ですね。あの絵見ましたけど、多彩な方でしたね、はい、ちょっと前に出てた僕好きでよく行くんですけど、はい、橋本さん、あ、カフェ橋本さんってあの、はい、なんだっけ、あそこ塩屋庁舎になるんでしたっけ。あ、ありますね、はい、あのちょっとさ向こう、あの川のそっちの方なんですね。まだ、あそこもなんかお蕎麦屋さんがあって、そこから入って朝日屋さん、朝日屋ありますね。さんの近くところ、あそこ入ってったところなんですけど、カフェ、パン屋さんもあります。プチコノさんもあるんですよね。あ、はい、そこは結構美味しいです。プチコノさんはよく行くんですけど、食パンね、売り切れちゃうんですよね。うん、そのなんかちっちゃいお店なんですけど、なんかあんま入れないんだよね。入れない、ね、入れない。本当駐車場そうなんです。あ、そうか、そうか。一人二人入ってもう言って取ってもらうのね。自分で取るようなスペースはないんだよね。で混んでるんですよ。あ、でもそういうとこ結構あるんですね。売り切れちゃうんですよね。すごくいいです。そう、橋本さんも僕好きでね、何度か通ってますよ。あ、まだ行ったことない。その通り。ぜひ今度行ってください。あ、27日でしたっけ？あ、今度のじゃない。来週。再来週か。28ですか？27。一番下が4月なんで。27じゃなかったでしたっけ。ですか、ここブルーのライブ。あ、じゃあ27ですね。の 夜というか夕方。昨日言ってましたもんね、27だったと思うんです。あ、そう、チケット持ってるよ。あ、じゃあ映さないと。これどこやったかな、これ。あ、書いてないじゃん、ここブルーライブとしか書いてないよ。日にちとか書いてないよ、これ。日にちとか書いてないよ。すごいチケットですね、ここブルーライブ。私たちのライブ聞いてみてくださいと書いてあるだけですね。素晴らしいチケット。これ私たちって言ってるけど、ここ部分見たことないから、そのチケット昨日言ってましたね。橋本さんが作って、あの僕も買ったん500円だけかな、あの1人500円買ったんですけど、ここ部分また知らないらしいですね。27日だったと思いますね、夕方6時とかそんな時間じゃないかと思うんで。それ食事もあるんでしたっけ。出るっていうか、500円とは別ですけどね、ライブとは別ですけど、多分頼めるんだ。トムさん知らなかったチケットないんです。多分橋本さんが勝手に作って売ってるんだと思うんだけど、ね、普段は昼間だけ、夕方にはもう閉まっちゃう。昼間ランチがあるのと、あとコーヒー、
まあ、メインはコーヒーなんだけどランチがねおすすめで、コーヒー、まあ、コーヒーとデザートもついてるんだけど1000円とか1200円ぐらいで食べられるんで、すごい。サラダも美味しい野菜を使ったサラダだし、メインの料理はかなり手が込んで、数が多分そんなにたくさん用意されてないとは思うんですけど、あ、もうなくなったら終わり、なくなったら終わりだと思うんですけど、どれも美味しいですね。じゃあちょっと行ってみな、ランチおすすめですね。そこで食べて、ね、知らないとこもありますね。パンを買って帰ると パ, ンなんなんてパン屋プチコナさん、プチコナさん、はい、うん、あれ並んでますもんね、朝日屋さん、朝日屋さんのところです、はい、あそこら辺朝日屋さんと橋本さんとプチコナさん行くんだったら、プチコナさん一番最初に行かないと後悔、 あ、うん、あ、なるほど、なっちゃうんだ、うん、終わってから行ったらもう閉まっちゃってた、30分1時間経って行くと必ず減ってる、あ、あ、そっかそっかそっか、最初に行った方がいい、そうなんですよね、うん、全くなくなってる場合も考えられますよね。あと時間帯でね、焼くパンの種類が違うんで、この間は聞きました、何を食べたいんですって言ったら、じゃあこの時間に来てくださいって、あ、そういうのがあるんですね、じゃあ時間で焼き上がる時間があるみたいです、そういうのを教えてもらって知ってると行く時間決まっていいですね、一回食べてそれでこういうのがこの間食べて美味しかったっていうと、あれは何時に焼き上がりますっていうのを教えてくれるんで、そういうのすごい大事ですよね、はい、買い物をするときにそのお店の人とそういう話をしておくと、そうですね、いろいろ大事な情報が仕入れられると思う、なんか1回食べて2回ぐらいそれを買い逃したことがあったんでもうこれはもう聞いた方がいいなと思って、 あれを食べたかったんですって言ったら、あれは何時って教えてくれたんで、それを食べたときはその時間帯にも行くしかない、そう、そういうコミュニケーションって、まあ、男性ってあんまり、うん、お店の人とか話しないと思うんですけど、ね、うんうん、昔ねテレビでやってたのかな、僕なるべくだからスーパーなんかでも話しかけるようにして、うん、この前これ置いてありましたけど今置いてないんですかとかっていう話をすると、あの置いてくれたりする、あで申し訳なかったなと思う、うちの近くのスーパーで鴨肉置いてあって、僕はもう話したから置いてくれたんかなとかって思ってたんだけど、ええ、それを鍋にするのを1回か2回やっただけでいつも行っても売れ残っててね毎回買ってくれると思う、 でそう、なくなっ、 ある時期からなくなったのはね、あ、お店に悪いことしたな、もっと買ってあげてよまあでもそんなのも話してみるといろいろやってくれることもあるんで、うん、えー、いいですね、そのパン屋さんね、それもなんか気になりますね、行ってみましょうかね今度ね、橋本さん行く前に買って、それからですね、いいですねなくなっちゃうからいや、いいですね、他なんか その辺界隈ではなくてこっち側とかないですか、4号線の方とか、4号線の方ですか、うん、僕鈴木屋さんっていうラーメン好きですけど、ね、あ、すごいですね、混んでますね、うん、いつ行っても混んでますね、それこそね駐車場は狭いですけど、そうですよね、狭いですね、いつもパチンコ屋の、はい、近くに止められそうなところがたくさんあります、そう混んでるし、店の中席いっぱいになってて外で人待ってますよね、そうですね、外にも並んでますか、うん、それこそ夜やってないですよね、夜やってないですね、うん、昼間だけですね、昼やってその日の分が終われば閉めちゃう、うん、思いますね、あとあそこもありますよね、片岡行く時の境林の竹沢だっけ、あ、白川、白川ラーメン、白川ラーメン、はい、あそこも結構混みますよね、94号なのかな、ね、あ、94号か、そっかそっか、はい、今あっちにバイパスできちゃったから、ね、はい、インターン向かう道のね、はい、右側、え、なんていう、滝沢さん、滝沢、こっちから行くと右側、ね、右側ですね。ラーメン。ラーメン。白川ラーメン。白川ラーメン。あそこも結構美味しいんですよ、ね。入ってますね、うん。それも行かなくちゃ。結構でもありますね。そう言われるとね。うん、気になる店がね、うん、行ってないとこなんかもね、うん、ありますもんね、うん。そこも美味しいじゃないですか。本店は宇治園にありますけど、東流。あ、東流。あ、宇治園のね、うん、そこ今そこ4号線とかもう一個ねできましたしね、そうそう、あそこも結構森がいいからあれかな、ガテン系の方が多いような、多いです、ね、トラックがたくさん止まってるイメージがありますね、あそこはこういう鉄鍋で出てきて、初めて行ったね家族連れなんかはね、
あの他のところで鉄鍋で食ってるのね、何にしようか、あの鉄鍋で出てくるやつがいいんじゃないですか、みんなあれで出てくるんですけどね選ばなくてもあれになっちゃうっていう。あそこね、あの普通の醤油ラーメンの他に中華そばってある。鳥居鳥居、醤油ラーメンではなくて中華そば、中華そば、何が出汁が違うらしいです。中華そばの方が魚介系なのかな、値段も50円安かったと。中華そば、僕のお気に入りは中華そばです。醤油ラーメン、醤油味なんですけど、醤油ラーメンとはまた別に中華そば。醤油ラーメンはじゃあ鶏ガラかなんかですか。鶏ガラですかね。もう好みですよね、うん、そうなるとね。そう、昔ながらの普通のっていうかね、中華そばというか、品そばというか、品そば、その辺 の、 あの食堂で出てくるようなラーメンが好きなんで、はい、うん、じゃあそっちの方がいいですね。そっちの方がいいです、中華そばの方が。魚介系の方が。中華そばって言ってたかな、品そばって言ってたかな、うん、好きですね。食べてみます。 2種類、ぜひ、うん、醤油ラーメンもそうやって分けてるとすごいですよね、うん、でもね、そうメニューこれどう違うのってやっぱりさっきの話じゃないと聞いちゃって、出汁が違うとか、出汁がそれをでも売りにしてメニューに乗っけるっていうのもすごいですよね、うん、そうですね。しなくても結局いいとこですもんね、お店側的には。なきゃないで他の頼むっていうイメージだから、うん、それをあえて。あそこ入ってますね、人ね。入ってます、結構入ってますね。結構あのなんだっけ、あの焼いたってあのね、ファミレスもまあそんなにないですけど、うん、ああいうとこもいいんですけど、個人でやってるレストラン結構僕好きで、うん、あのよく剣道で使うのはオランダ館ってあるんですけど、知らないですか。あ、知らない。あの塩病院の通りの、うん、あそこ結構おいし、うん、はい、美味しくて。オランダ館、オランダ館ってあるんですよ。オランダ料理なんですか。いや、オランダ料理じゃないけどそれは違うの。オランダ、なんでだろう、わかんない、なんでオランダ館の聞いてみます今度。どんな料理が出るんですか。あのハンバーグとかスパゲティとか。あ、はい、洋食、もちろん洋食。今度、はい、仲間内でやってみようかな、はい、あ、結構いいですよ、うち宴会でよく使わせてもらうんですけど。宴会にも使える、はい、あ、いいね、はい、あれ忘年会かなんかやってたよね、忘年会とかやってます、ね、あと祝賀会、祝勝会とかもそこで今度やろうかな、はい、ぜひオランダから。実はね、世界巡りを知ってるんですよ。じゃあオランダ行きますよ。オランダ行きます。いいですね。中華行って、インド料理行って、はい、行って、ブラジル料理、この前どっかでブラジル料理取り上げてたよね。あ、ラフ君が取り上げてたんです、水曜日に。ブラジル料理行って、イタリアン行って、でオランダへ今度行きますかね。あ、オランダ館、うん、オランダ館はどうだろう、あの塩屋病院、あの国際医療福祉大学の塩屋病院があって、あれを南の方に行くんですか。南のインターの方に、インターの方に向かっていく。そうすると河内薬局とか右側にあるんですけど、その左側に、反対側にパチンコ屋さんの並びたいね。そうですね、あのパチンコ屋さんができて、うん、隣っていうかね、あの辺なんか飲食店いっぱいありますよね。青い亭さんがあったりとかもしますし、そのちょっともうちょっと、インター側の左側にあるんですよ。看板道路側から青い看板、ね、そう、青い看板、うん、青い看板ってオランダ館、オランダ館、オランダに行ける、オランダに、はい、行きたい、オランダ行きたいですね、はい、美味しいですよ、はい、洋食メイン、洋食ですね、うん、うん、はい、いいですね、いろんなのありますね。あとだって、ここら辺だとその、うん、外国行くような名前の外国料理屋さんで、ガスまで行くとね結構あるんですよ、ね、ありますね、あの日本のスイスとかフィンランドとかトルコとかなんかあるらしいです。ああ、やっぱり昔イタリア系だったでしたっけ。あった、あ、ロシアってあった昔、ロシア、ロシア、今イタリアになった、そう、今その4号線の4号線のマーレ、何マーレだっけ、今イタリアになっちゃった、昔ロシア、昔ロシア料理だったの、はい、あそこでボルシチとか食べましたよ、ピロシキとか。あ、行ったんですね。ロシア行るんだ。あそこね、でもね、4号線トラックが走るとね結構揺れるんですよ。今イタリアンですね。今イタリアンになっちゃった。結構変わってるんですよ、そこはね。昔ロシア料理、本格的なロシア料理食べられるってんで、ね、何回か行きましたね、ロシアの頃。イタリアンも行ってました、ね。焼いたもグローバルですね。グローバルですね。結構あるね。探すとあるんですね。ありますね。ありますね。いいですね。だいぶお話、食べ物でもありましたけど。でも先ほど言ってたけど、あのファミレスも結構ありますけど、やっぱりそういう、うん、そのお店、そこの店主がやってる手作りの料理っていうのはやっぱりいいなと思って、
僕そっちの方が好きかな、うん、そうですね。ファミレスはファミレスとかファーストフードとかしょっちゅう利用してるし、うん、今日もここ来る前すき家で食ってきたんですけどでもいいですよね、まあ、良さがね違いますからね、うん、鈴木屋さんがやってりゃこの時間やって食べてきたんだろうなと思うんですけど、そんなんで、40分になりますかね、はい、そろそろ、2曲目を聴いていただこうかと思います。いいですかね、篠原さんでステップどうぞ。夢は夢で終わらない、まだ見ぬ世界へ、ずっと心の中に乗り込めてた本当の願い、取り戻すために何も持たず旅に出よう。変わりゆく街の片隅に咲いてた変わらない強さ、いつか優しい気持ちに変えて行こう。自分だけのストーリー一つぐしかない、宝物期待も不安も全て胸に抱いて歩いてく。夢は夢で終わらない、まだ見ぬ明日へと。今なら分かる、傷つけても傷ついてたんだ、目をそらしては大人がなんだと言い訳してた。痛みの中から強く流ってくわけ、今この瞬間を守るために信じて向かって行こう。自分だけのストーリー一つぐしかない、宝物諦めることなんてできないこと分かってた。夢は夢で終わらない、まだ見ぬ未来へと。風を受けて歩いてく、自分だけのストーリー一つぐしかない、宝物期待も不安も全て胸に抱いて歩いてく。笑顔になれる願いも僕のために続くよ。夢は夢で終わらない、まだ見ぬ世界へ、ずっと。篠原信義さんで、ステップを聴いていただきました。なんかね、音楽聴きながらベラベラと喋ってましたけどなんか美味しいものまだまだ他にもたくさんありそうですよね、うん、まあでも食べ物の話ばかりではなく、他に何か食べ物以外で焼いたっていうと何がありますか。僕ツツジの町ってなんか聞いたんですけど、うん、焼いたそうなんですよね。ツツジが一応有名なんですね、うん、長峰公園とかね。長峰公園もツツジが結構ありますね。ツツジ祭りっていうのがやっぱりあるんで、祭りあるんですね、はい、屋台とかが出て
出ますね。人もいっぱいいる、はい、にぎわって、まあ、いいですね。これ焼いたってあの星を見にさっきもちょっと話したんですけど八方へ行くことが結構あって、うん、あのこれから暖かくなると暖かくなるとっていうかね冬場ちょっとあそこ行くの危険なんで帰ってこられなくなったりするかもしれないんで、夏5月から10月ぐらいまでかな、僕の知り合いも東京千葉茨城茨城が多いのかな、うん、あと、まあ、地元栃木の人とかであの大きな望遠鏡を持ってきて見るんですよ。やっぱそういうとこがあるんですね。八方の大ママ駐車場、すごい車で有名なんですね、うん、そこは星見るのにすごくよくって、そういう人が集まるときに何回か行ってますけどね。もしよかったら、まあ、見てる方もあの大体月の新月の時、月に1回新月の頃、ついこの間新月だったんですよね。あ、違う、新月か、4月の26日が寒月会で満月なんで、多分ついこの間10日か11日かその辺が新月だったんだと思うんですね。来月も多分そのくらいになると思いますけど、10日ぐらいに新月なんでそういう大きな望遠鏡を持った連中が集まってるかもしれない、うんうん、あそこ八方ヶ原その大ママの駐車場のあたりってなんだっけ、連月ツツジ、すごいですよね。ご覧になったことあります？行ったことない。行ったことないです。うちありますね、あの職場の、ハイキングとかでよく行って、はい、すごいですよね。すごいです。もうハイカーの人も結構いるし、うん、いつ頃だろう、5月じゃまだ早いんだよね、6月くらいからかな。あとなんとか あそこにも山のなんか貴婦人とかなんとかっていうツツジのすごい木があって、写真好きな人たちがそれをその開花時期に狙って撮りに行ったりっていうのを聞いてて、あの星見るなんか施設ありますよね、あっちの方に。なんとかっていう熊の木、ああそうだ、それです、それです。まだ僕行ったことないんですよ。そう、塩屋町になるんですか、うん、あそこ。塩屋町。塩屋町ですね。昔の学校だったところ。跡地ですね。跡地じゃないか。まだあるか。うん、校舎を使って宿泊もできる。できますね。できますね。で、なんかいろんな体験学習をやる場で。で、天文台もある。っていう。僕まだ行ったことないんですよ。行ったことあります？ないです。あそこはないんですけど。うん、安山小学校。あんですよね、うん、望遠鏡があって、あ、やっぱり望遠鏡で熊の池のやっぱり方が来て、はいはい、一応解説してくれたり木星見たり土星見たりする機会があったので、何回か学校で見ました。あ、行ったんですね。いいですよねいいところですよね、ほんとね。また八方ヶ原暖かくなったら行きたいなと思ってます、うん、冬場は危険です。冬場はちょっと危険ですよね冬場っていうかね、秋10月頃かな、もう行ったんですけども、冬の装備ダウンジャケット上に相当着込まないと外にいらんない。車の中だったらいいけど、うん、外にいると本当に寒くて寒くて。そんな寒いんですね。寒いですね。あそこに何メートルぐらいなんだ、1200メートルぐらいかな、標高。で、本当に山のてっぺんみたいなところなんで、風は那須の方からの冷たい風がビュービュー当たって、重装備じゃないと、重装備じゃないと、だからもう冬になるとあの外立てられないぐらいになると思うんで、やっぱ雪もね、雪も降るでしょうからね、きっとね、雪吹いてこう風当たったりするし、でも空はすごい綺麗、そういう場所だからなんでしょうね、きっとね。そうですね、周りの明かりがないですからね、すごい綺麗ですね。行かなきゃね、今度ぜひ行かなきゃ、ね、星見に、ね、星見に、ね、星ね、あと昼間は連月ツツジ、連月ツツジに限らずいろんなツツジが多分咲くんだと思うんですけど、うちの御用館の御用はやっぱり御用ツツジが、あ、御用ツツジな、そこから、はいはい、実は、はい、ああそう取ったんですよね、綺麗に、いや、焼いた、僕が作ったんだからってことなの、いや、あの父親がつけたんですけど、御用館ってあの岐阜の父親がつけたんですけど、こっちの人から御用ツツジもらって、あ、それが綺麗で、つけたお父さんは岐阜にいらっしゃる、岐阜なんですよ、はい、それ綺麗なんで、まあ御用館
ね、剣道も5人で団体戦やるじゃないですか。あ、そっかそっか、そういうところいろんな意見ですね、絡んでんだ。そう、いいですね、その名前の付け方。 そうですね、それが那須のチーズ屋さんの広報官と間違えられたり旅館と間違えられたり旅館の館長と思われたり、これ大変ですね。剣道場ですと、はっきりと言っておきたいなと思って。設定しないとね。はい、そうです、ね、剣道場です。御用筋ってなんだっけ、白ヤシオ。そうですね、白ヤシオ。ヤシオ土も結構ありますよね。そうですね、で白ヤシオもあって、で御用筋だったかな、愛子様の印ですね。御印ですよね、はい、愛子様の。はいはい、長峰公園のライトアップが4月上旬だから始まってますもん、はい、桜のかな、桜はやってますね、で5月の中旬まで7時から9時までやってるライトアップ。じゃあツツジの時までってことですか。ツツジももう咲き始めてますかね、今年早いから、ね、で5月の中旬ぐらいまではライトアップして見られる、うん、うん、それもぜひ、うん、ね、あれはいいですよね、本当に綺麗で、いくらか隣なんですけど、はい、桜市 の, あのなんだっけ、桜並木、桜並木、はい、あそこはちょっとライトアップちょっとちっちゃくなっちゃったですね、この間ちょっと行ってきたんですけど、あ、ライトアップしてたんですか。夜するんですよ、今までもしてたのでちょっと見に行ってきたんですけど、今年はそのライトが少なくて、近くまで行かないとライトアップしてるのか分かんないから少なかったですね。あと隣桜市も今度やるんですよね、多分ね、番組ね、来週、最後再来週、再来週桜市、ね、ビバビバ桜ってやるんですけど、ね、あそこも結構被害受けたんですよね、喜連川、あ、受けたんです、あの震災の被害、困りますね、うん、だからそういう影響もあるのかもしれないですけどね、うん、ちょうど桜並木のところが崩れたと見えるんですよねちょっと痛々しいんですけど、うん、まあ、でもね、そこ今までその桜大事にしてきてるんでね、うん、これからも大事にしていってほしいなとは思いますけどね、外からもたくさん見に来てもらえるといいなと思いますよね。いますね、結構ね、だいたいでもこの辺桜は終わりに近いですか ね, すね、この間の ね, ね、雨と焼いたのはちょっと氷も降っちゃったんで、あ、氷降りましたよね、あれが効きたんじゃないですかね、かなり、うん、ありました、氷、短時間でしたけど結構大きめのがちょっと降ったので、ちょっと長く続いたらね、車を外に置いてあったんで危ないかなってなりましたけど、まあでもね、震災、先ほどもちらっとそんな話も番組の中ではなかったかもしれないですけど、うちの近く、ほうき川を渡ってすぐのあたりっていうのもかなり震災の時崩れてるところが多くて、なんだろうな、蔵、土蔵というかね、漆喰の蔵が崩れてるところとか結構あったんで気にはなってたんですけど、だいぶ復興してきましたよね、この辺りはね、で水だとか電気だとかもかなり焼いた被害あったような、焼いたは水止まったんですよね、そうですよね、一番、まあ、このうちのお店の辺りもそうなんですけど、一番遅かった地区は2週間ぐらいですよね、遅かったんで大変そうでしたよね、あの時って時間帯で節電になったじゃないですか、はいはい、電気止まって、こういう商売やってると大変でしょ、あの時はですね、電気、あ、昼間の場合は結構光が入るんで営業続けてたの、4日目ぐらいから やってましたね、ただ水がなかったので、そうですよね、うちはオール電化じゃないんで、ガスがあったので、うん、給水所から水をもらってきて、はい、ガスでお湯を沸かして夜間でシャンプーしました。一番最初にやった方がやっぱ夜間で、いや、こんなのはないよねって言って、うん、今でもたまに話してますけど、うん、あれはもう記念になったと、もう忘れられないって、うん、お風呂もみんな入れなかった時期だったんで、夜間でシャンプーしてもらったのが気持ちよかったっていう話はよく出ます、ね、そうそう、床屋さんでそのシャンプーやってもらうの気持ちいいですよね、普段自分で一生懸命これ洗うじゃないですか、人に洗ってもらう、人にやってもらうのが気持ちいいんですね、なんと気持ちいいのかいや、でも本当2年前のあの震災で水とか電気とかそういうもののありがたみって本当感じましたね、普通のことがどんだけね、いいのかっていうのが分かりましたよね、ちょっとそんな話になっちゃいましたけど、まだまだもう時間だいぶ経っ
きましたけども、焼いたこれからどんな風になっていったらいいなとか、こんな風にしていきたいなとかっていうのありますかね。うん、どうですか、どうですか。僕は外から来てるんで、ね、出身が岐阜のものですから、まあどうこうしようっていうのはあるんですけど、やっぱこのまんま、ね、人もあったかいしすごく環境もいいので、まあ、その私たちの子どもたちが、安全にこう幸せに暮らせればいいなって思いますけど、やっぱりもう少し、やっぱり結構大田原とか桜とか見てるとちょっと栄えてるじゃないですか、焼いたよりは栄えてるかなと思うので、ちょっと飲まれちゃってるね、うん、ちょっともうちょっとこうこうそうですか、そうですね、なんかそんな感じがするんですよね。焼いたの人からすると多分ね、うん、負けちゃってるイメージが見えちゃうんですね、飲まれちゃってるイメージがやっぱりあるんですよ ね。なので、挟まれちゃった感じなんで ね、 そうですね。焼いたの人って買い物はどうされてるんですか。焼いたしない伊勢屋とか、伊勢屋じゃなくて今ベーシアですけど、ベーシアとか最近大谷ができましたけど、うん、うちの近くなんでよく行くんですけど、ね、でもお洋服とかはやっぱこっちでは買えないですよね。宇都宮行ったりとか、あとインターパーク行ったり、うん、とかそういう感じですかね。多分いいとこはあるんだけど分からないのが多分多いんですよね、うん、きっと、うん、やっぱさっきも話したちっちゃいお店、飲食店なんかもそうなんですけど、うん、何かの形でそうやって知らない人が多分多いと思うので、うん、情報発信ができるようなことができれば、うんうん、またね、その地元の人もそうですけど、うん、外から来る人も増えるので、うん、できればいいなとは思ってるんですけど、うん、今ねそういうの大事だと思うんですよね、うんうん、最近そうか、ベーシアか、最近行かなくなったんだけど、行かなくなったっていうか、子供がちっちゃい頃昔よく行ったんですけどね、うん、あそこ上にあの子供が乗る乗り物ありますか、まだありますよ、動物の乗り物とかあってね、はい、よく行きましたけどねちょっと遊ばせるのにね、うん、で一通りいろんな買い物はできるし、うん、いいなというところがあって、結構便利ね、住むのもいいし、ね、まあそうですね、それはすごく便利ですよね、はい、まあ、インタもあるし、ね、恵まれてるとは思うんですけど、何かちょっとしたことで変わりそうな感じはするんですか。 何が足りないんですかね、なんだろうな、新幹線の駅あれば欲しいんですよ、あれはいいですね、あれば欲しいです、新幹線は乗るとするとやっぱり宇都宮まで出て、大体宇都宮ですよね、ですよね、ここから乗って宇都宮で乗り換えって感じですよね、那須原に行くんじゃもったいないですよね、はい、逆ですからね、東京に行くのよね、うん、なんか昔そんな話ありましたけど、片岡に新幹線の駅作って、ね、聞いたことありますどうなってダメになったのか分からないですが、まあ、あったらあったでいいですけど、ちょっと細かく止まりすぎるかなって感じなくはないかな、うん、でも流れはでも変わったでしょうね、できればね、な、うん、違うでしょうね、何かしらはそこを中心にね、できたでしょうからね。最近道路が随分良くなってません？そうですね、来てます来てます、うん、はい、来てますよね、来てます、うん、誰の力なんですかねちょっとああ、それはなんか見えない力、見えない力が、なんだろうね、誰かの力があるんだね、あるんでしょうね、きっとね、うん、ますますのでも道路が良くなって大きな店でもねできればね、うん、なんかちょっとしたことで変わるような気はするんですけどね、うん、やっぱり町の人たちがこの町を大事にしてた方がいいかなと、うん、僕もこのレディオアクアス関わってからそういう町おこしというかね、町を活性化しようという人たちとのそんな活動が見えるようになってきたんで、那須塩原も大太郎もそれなりにやってるんでね、焼いたもそんなこと多分やってる方たくさんいらっしゃるんだと思うんですよね、うん、ですね、きっとね、うん、やっぱつながる、ね、いい感じでつながっていけば多分もっと、ね、うん、発信がうまくできるんでしょうけど、うん、なかなかそこがね、うん、やってもわからなかったりっていうのがあるのかもしれないですしね、うん、道の駅が出たできましたもんね。あそこでなんかイベントとか結構やってんじゃないですか。そうでも。そんなもったことやってないですよね。うん。あ、そうそうそう。焼いたすごくいいのがあって、今年初めてあの秋の花火。花火。見ましたよ。あれはあの辺りでやってた、あげてたんじゃないでしたっけ。そうですね。道の駅でも、あの、いろんなお店出して、あそこからも出てる。でなんかやってましたよね。はい、で僕橋本さんのところのすぐ、あの、
隣の、 あの川橋の上から見てたんですけど、はいはいはい、すごいベストポジションでしたね。そうですね。で写真撮ってで俺に橋本さんにあげてきたんで、多分橋本さん行くと僕の撮った写真で飾ってあるんですけど、あそこ本当ね毎年多分あれやるんですよね、花火はね、はい、もうずっとやってますね、ってますよね、はい、なんで、今年も秋、はい、10月だ、うん、そうそう第3土曜あたりなんですね、大体ね、ちょっと季節外れかなと思ってたんですけど、うん、ちょうど涼しくなってきた頃で暑くなく、そうですね、寒くもなくいい感じだ、結構混むもんね、そう、人もいっぱいでした、ね、終わった後大渋滞だもんね、うん、そうそう、あの焼いたから出るまで、ね、家に帰るまで結構大変でした、うん、はい、でもそういうのもいいですね、えー、うん、多分あれその道の駅のあたり行くといろんなお店出てたりいろんなイベント、歌なのやったりしてんだと思うんですけど、まあ今年もやると思うんで、うん、なんか楽しみにしたいな、花火は結構有名、ね、なってきてますからね、そうですね、うん、まあ、時期外れのせいも、ね、あるかもしれないですけど、大玉がどん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 上がるんで、すごかったですね、毎年行ってますけど、うん、うん、すごいね、ここら辺だと見えないんだよね、うん、あ、見えないですか、うん、いろんな建物とか木があって、うん、やっぱり離れててもね何にも障害物がないとこだと、いや、よくあるんですよね、音だけよく聞こえるんだけどなっていう、あれは花火やもったいないですよね、うん、見えないとね、ここら辺は昨夜の、 あのお盆時期にやる花火大会、はいはい、音は聞こえるんですよ、聞こえますね、あれ音は聞こえるんですけど花火は見えないっていうどういった形でどっから抜けてくるのか分かんないですけど、音はすごい響きますよね、やっぱりシャープでもね花火やってましたよね、そばにね、なくなっちゃいましたよ、ね、あの、ね、やっぱり夏ですよ ね、 やってましたね、花火とお祭りと ね、 お祭りね、一緒すごくね、はい、シャープさんもね、なんかいろいろやってくれればいいのにね、これだけ地元関わりあるん、ね、ですよね、うん、今年もなんかいろいろイベントこれからありそうなんで、うん、楽しみです ね、 ですね、花火、夏はお祭りとかあるんですか、あ、ありますよね、ふるさと祭り、ね、ふるさと祭りね、長峰公園って、長峰公園って、はい、うん、はい、ん、なんだ、バイクか、そうですね、雷じゃないです、雷じゃないですはい、あ、あとそろそろ時間なのですけども、来週再来週のこのビバの番組の話、先ほどちらっとお隣の佐倉市の話しましたけど、まず明日じゃない、来週19日、ちょっとまた向こうに戻りますけど、那須原寄りに戻りますけど、はい、大田原から、ビバ大田原をお送りします。そして26日再来週ですね、焼いたからさらに離れて、佐倉市から、佐倉市からですよね、来週は大田原から、番組をお送りする予定です、うん、それでは時間になりますので、まあ、まだまだ話尽きない感じがしますけど、またどっかでこんな番組やったらどうかと思うんで、そうですね、一刺激になります、それでは、お時間になりましたので、お別れしたいと思います。いつものように番組のタイトルコールで、まあ、いつもとはちょっと違いますけども、お別れしたいと思います。ビバ ビバ やいたー